ニューヨークさんゲーミングの動画を視聴する際は iPhone の音量を少し上げましょう。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ニューヨークさん相手にでございます。はじめましてね。さあ今回は、モダンコンバット5のウィンターアップデート来ましたんでね、やっていきたいと思います。はい。お、なにこれ、え？で、ちなみにこれ、VOSK プロって書いてあったんで、ボシュクって言うんですかね。でも、ボスクだったら B ですよね。じゃあ、ボスクじゃなくて、ボシュクって言いましょう。なんかハムみたいなノリで。さあこれ、うわめっちゃロケのみたいな音する。なにこれ？インパクトの音がなんかすげえ、バシュルルルーやる感じですね。ということで、アップデートが来たんでね、軽くまとめたことを奥さんなりに伝えたいと思います。皆様に。まず一つ目、ダダダン、判定が素晴らしいほど良くなった。これに関してはですね、もう、タンスナのチラグがない、アサルトの判定が最高、LMG の頭が当てやすい、などなどといったね、素晴らしいね、アップデートだと僕は思ったんですよ。はい。まあ、その反面と言いましてね、ちょっと重たいんですよ。iPad Air 2でもね、俺今ちょっとフレームレートが低くなるんですよね、マジで。フレームレートって画面のブレみたいな感じです。わかりやすく言えば。ちょっとね、重たいんですよ、Air 2でも。あと 5S とか 6 の方でも若干重いらしいですね。でも、6S、6S プラスの人は、重くないぜーっと言ってるらしいです。はい。なのでね、5S とかちょっと使われると、ちょっとやっぱ結構きついんじゃないですかね、重くて。でも、あれですね、Air 2だったら重たいですけど、そこまで死ぬほど、やばいってわけじゃないんで、ぜひとも、新しいデバイスを買ったりね、まあ、して、まあ、快適なプレイをすることをちょっとお勧めします。5S あたりだと結構重たいんできついと思いますね。そして私が今使ってるこの新武器、これちなみにイベントなんですけど、ソロイベントみたいな。これなんて言うんですかね、本当に。ボスクって言えばいいのか、ブスクって言えばいいのかわかんないですけど、これマジで移動速度速いです。そしてリロード速度が無駄にかっこいいです。はい。なんかめっちゃインパクトの音がすごいな、バチコーンみたいな音しますね。バチコーンってなんだよみたいな。頼むからインパクトの音変える前にタンスの走り方、のしのしの走り方に変えてくれっていう感じですよね。もうなんか、エニシみたいになんかどうす、うわ、めっちゃ危ねえ、変な音したし、なんかめっちゃ強い。強い、この武器。この武器はどうやったら手に入るんだろう。これはリーコンの武器かな、もしかして。いや、違う。え？あ、それでですね、そう、言い忘れていた。新しいね、アタッチメントじゃなかった、クラスも出たんですよ。なんとかっていうやつです。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、確かレールガンが出たそうです。BO3 でありますよね。なんか30秒出して15秒に1回で、なんかワンショーで殺せる武器みたいな。その武器がね、MC5 にも出ちゃったんですよ。僕ちょっと困っちゃってるんです、それ。そんな武器使われたら、ちょっとターンスの人殺せないんですよ。ほんと一発で殺されるんで。あ、やべやべ、できる。リロードが少し長い。そこインパクト投げない。当てる。はい、というわけでね、まあ、結構ね、いろいろね、詰まったウィンターアップデートね、奥さん的にはかなりね、興奮しており、何ですかね、もう感動と言いますか、興奮と言いますか、かなり嬉しいです。はい。で、ワンショーできるね、レールガンみたいな武器をね、ちょっと使ってみたいんですけどね、野良ちょこちょこ潜ってるんですけど、全くいません。サンタをね、フルスアーマーで揃えてる人はたくさんいるんですけど、なんでお前らそんな集まってんだよ、話なんですけどね、こっちからしたら。奥さんそんな金いないから、うわー、後ろ来てる！後ろから来てるんでね、ちょっと、後ろから来てるんでね、じゃなくて、ちょっと嫌なんですよね、正直。サンタアーマーがいっぱいいると、あれなんです。でちなみにサンタアーマーのスキルは、ハザードアーマーと同じです、効果は。はい。おお、いるいるいる。で、なんとそれね、VIP 性能っていうのもつきました。自分たちがどれだけ課金をしたかによって、なんか VIP の性能ですね。まあ、課金をすればすればするほど、なんか VIP の性能が上がるみたいな。VIP っていうのはそのモードじゃなくて、また新しい、なんかその、自分の階級みたいなやつですね。あれ、わしのキルじゃないんだろ。おお、後ろいる。あっ！ねえ、強え。まあそんな感じでね、いろいろとね、ほんと詰まったアップデートです。やっぱりね、で私がここほんと伝えたかったのは、タンスナのチログがなくなっている、ほぼ3試合に1回でした。奥さんは今のところやってる感じ。そしてですね、アサルトライフルの判定がマジでいいです。そしてリーコンがかなり弱体化している。やはりね、もうアサルトスナイパーライフル信者の奥さんからしたらね、リーコンが弱くなるのは本当に嬉しいです。やはりもうね、GO とかアバ SA とかね、SF2 とかやってたんですけどね、SMG はやはり胴体18発とか当てて、頭3発で溶けるぐらいがちょうどいいと思ったんで、もうモダンコンバット5はやっぱほんと、これぐらいがね、ちょうどいいと思ったんです、ほんと。MC5、MC3、MC4 とか3みたいに、やっぱ SMG は近距離だけ強いっていう感じでいいですよね。もう、例えば3のオプスっていう武器で言いますと、まあ、遠距離はね、ワンマガジン使っても死なないんですよ。でも近距離は2発で溶ける。やっぱりこれがね、手法だと思うんですよね。で、コグプロ、レッド、ユーフィアなんですけど、私的にこの3つかなりおすすめします。はい。まあ、レッドは MC3 でいう ZL。全距離安定して、もうやばいです、マジ、レッド。ほんと、昔のレッドの黄金時代に持った感じです。ユーフィアはマジで、もう、一瞬で解けます。レッドより一瞬で解けるんですけど、ちょっとね、走れとか遅いんで難しいです、扱うの。そして、コグプロ。もう、これはやばいです。はい。いつも通りやばいです、ほんと。もう、チラグがなくなったんで、もう、本当にやばいですよ、もうなんか。
なんかカービィがデレデ吸い込んでる、カービィ、デレデカービィみたいな感じになっちゃった感じです、ほんと。ちょっと意味わかんないですけど、あ、ラグってる、ラグってる。まあ、ということでね、久々に奥さんがね、ここまで満足したアップデートが来たので、かなり嬉しいんですよ。で、それに関してね、ちょっと言いますとね、今日何日でしたっけ？そう、今日16日で。今日12月16日なんですけど、もう1ヶ月経ったのに、まだ私のホームアカウントがまだ戻ってこないっていうですね、感じですね。どうなんですかね、本当に。ゲロフさん、ちょっと対応する気あるんですかね、本当にいい加減。ちょっと早く、これ、ラトグなんかい？ということでね、まあ、今回かなりね、いいアップデートなんで、ぜひともね、皆さんアップデートして、今すぐモダンコンパス5を開いてください。はい、というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。謎の子の武器もね、なかなか強いんで、はい、よいしょ。で、ちなみに、新しい、クラスの、サポータージュじゃなくて、なんだっけ、新しいクラスは3000円払わないと買えないらしいです。ちなみに思ったんですけど、これかっこいいですね、見た目。なんか MG4 のサンマシンガーのタイガーみたい。はい、というわけで、今回はですね、イベントを潜ると同時に、アップデート情報の方、解説させていただきました。記録は 21.8 です。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。もちろん、ナイファーにもダメージがしっかり入ります。いやちょっとね、私、興奮しすぎて、ちょっとこれ動画内で言うの忘れちゃったんで、質問コーナーに付けさせていただきました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。